道島川川のライトアップ大阪市中央公会堂は大阪市北区中野島にある集会施設。大阪市中央公会堂は1911年株式仲買人である岩本栄之助が公会堂建設費として当時の100万円を寄付したことにより1911年8月に財団法人公会堂建設事務所が設立され建設計画が始まった。 北浜の風雲寺と呼ばれた、相場市岩本栄之助は、渋沢栄一が団長となった1909年の都米実業団に参加し、アメリカ大都市の公共施設の立派さや富豪たちによる事前事業、寄付の習慣に強い印象を受けた。彼は、父の遺産と資材を合わせた100万円を公共施設建設に寄付することを決め、倉屋敷の廃止後衰退し、 再生を模索していた中野島に公会堂を建設することにした。なお、公会堂の所在地は浜田藩の倉屋敷跡になる。設計は、検証付き建築設計協議により、岡田慎一郎案が1位となり、岡田の原案に基づいて、立野金吾、片岡安が実施設計を行った。1913年6月に着工。 1918年11月17日にオープン。岩本栄之助は第一次大戦による相場の変動で大きな損失を出し、公会堂の完成を見ないまま1916年に自殺した。建物は鉄骨レンガ造り地上3階、地下1階建て。衣装はネオルネッサンス様式を基調としつつ、バロック的な壮大さを持ち、 細部にはセセッションを取り入れており、アーチ状の屋根と松岡久氏によって、天地開脈が描かれた特別室の天井が壁画が特徴となっている。ロシア歌劇団の公演、アルベルト・アインシュタインをはじめ、ヘレン・ケラーやガガーリンなどの歴史的人物の公演も行われた。日本有数の公会堂を建築であり、外観、内装ともに、衣装の完成度が高く、 日本の近代建築史上重要なものとして2002年12月26日、国の重要文化財に指定された。老朽化が進んだため、1999年3月から2002年9月末まで、保存・再生工事が行われ、同年11月にリニューアルオープン。耐震補強、免震リトルフィットや、バリアフリー化がなされ、ライトアップもされるようになった。 リニューアルの際に取り除かれた当初の衣装についても一部は保存、活用されており内装の一部に休館の遺構をはめ窓のようにして見せるなどしている。また周辺道路と敷地を隔てる境界にも遺構が利用されている。2006年からは大阪フィルハーモニー交響楽団の音楽監督大上英二がプロデュースする同交響楽団を中心とした音楽祭。 大阪クラシックの有料コンサートの会場として毎年ホールと中秋会室が提供されている。2010年5月1日に100年ブランドを目指して公式ホームページが開設された。正面のライトアップ、大阪市中央公会堂正面は1階、側面は地下に入り口があり、コンサートなど大きな行事がある時以外は、側面入り口を利用するようになっている。 山形正明、大阪市中央公会堂の建築、大阪芸術大学企業芸術、第22号。ありがとうございます。